はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら転送戦隊5星じゃあ5星ヘッダーシリーズ転送合体デラックス5星グレートでーすはい、これは5星じ5人の5星マシンが合体した1号ロボで、5星界的には伝説の存在で、人間を守りたい新たたちの思いが高まったことで反応して力を貸してくれるようになって、ヘッダーアイランドから飛んできたヘッダーたちがいろんな乗り物の姿を借りて、各5星マシンになってましたよね。例えば 五星ドラゴンならヘッダーが飛んできてジャンポジェットに重なって。 ドラゴンにに変化して生者の元に来るみたいなそういう映像なんだけどあくまでスキャンして形を借りてるって流れみたいですね何より五0グレートのいいところは本編スーツ造形とデラックスロボがプロポーションまんま同じなんですよねここすごい点数高い五体転送合体のバシッとした形状は個人的にめちゃくちゃ好みサウンドこそなりませんがヘッダーアクションだったりとか1号ロボからいきなり五0ヘッダーを17箇所も装着可能でヘッダー集めさせる気満々で ですよねではレビューしましょう付属の武器を腰に対等したり背中に背負ったりそういうのすごい好きしまうトをにしっかり映しておこうかな各護性マシンのいいところは単体でも戦うことができてヘッダー交換でヘッダー増設もいきなりいけますからね箱から出した状態から早速護性マシンにしていきますが尻尾を取り付けてこっちのメタリックのグリーンがある方が前ね で、羽を上にずらして首を連結羽パーツが別で入ってますのでヘッダージョイントを上にしてはめてヘッダーをセットしてあげればはいまずはこれで新たな個性マシンが完成でしょエリーは羽を広げてランディングギアを出してヘッダーをはめれば OK ハイドは尻尾 棒を展開してロックランディングギアを出してヘッダーをはめる。このカチャカチャ感いいっすよね。モネは引っ張って外してここ矢印あるので矢印を押しながら前に倒したら連結。これあとスネークがいいんだよね。引っ張って。 ヘビのこういう状態ね。ロックを外すと本編っぽい動きになると。で、矢印を押しながら前に倒してヘッダーをはめれば OK と。はい、改めて中身はこうなってて5体の5星マシンで5星ドラゴン、5星シャーク、5星フェニックス、5星タイガーと5星スネーク。それとビクトリーチャージの5星カードが1枚。 付属の5星カードのビクトリーチャージはこのような必殺攻撃状態の絵柄になっていて、後ろ5人分のカラーが配置されてますね。転送ビクトリーチャージで斬撃オン では、それぞれ5000マシンを見ていきますが、ヘッダーっていう、ボリュームが同じもので頭部が造形されておりますので、並んだ時の統一感すごいいいですよね。では、各5000マシン確認しましょう。まずは、レッドの5星ドラゴン、全体ぐるっと見回すと、こうで、 胸部分とか頭部飛行担当で、ヘッダー部分は口の開閉ができますし、角もこのように動きますね。ここまで行くんで、かなりここは稼働する感じ。でもここのゴールドカラーとかさ、横の装飾とかがすごいデザイン統一されてて、言われてみればジャンボジェット機スキャンの形になってるのかなと。 まあでもドラゴン要素強いですね。で、ヘッダーが各箇所に配置されておりますし、ここ爪部分はミサイルになってますね。いや、また最近の合体ロボットは違って、触って安心感があるんだよな。ニンニンジャーぐらいまではこんな感じだったんだけどね。口の可動と羽の可動がクリックでありますけど、基本は殺走行で遊ぶ感じ。タイヤがついてますので、スムーズに殺走行可能と。 そして、五星フェニックス腕担当ですね。これは戦闘機がモチーフになってるので、横に広がる羽がついてて、ヘッダーも下顎がこのように動いて、ランディングギアが出てて、ここの三つで殺走行遊びが OK と。そして、五星シャーク。これは潜水艦スキャンの形になってて、ま、とはいえほとんどサメの形状に見えますが、 下顎がこのように動きますし、ランディングギア展開して、こちらもコロ走行が OK。そして5星タイガー。これはブルドーザーモチーフで、なのでこの辺が機械的な造形しっかり入っておりますが、ちゃんと前足表現があって、ランディグ属ってことで、地上走行が基本ですね。上顎がこっちは動きますし、コロがありますので、コロ走行も OK と。 五星スネーク。これは本編でもこういうね、動きをしてて、新幹線スキャンの形状になってるので、確かに列車っぽい形にまとまってはおりますが、何よりこの動きが再現できるのがすごい。これね。で、上顎が動きますので、ガブガブアクションいけるし、もちろんタイヤがついてますので、この走行も OK だし、スネークアクションのまま、この遊びもできて、モネと一緒に 口開閉して、並び立つと様になりますよね。では、この流れのまま、五星グレートに合体いきましょう。本編的な流れで、スネークの口が閉まって、ここが奥に押し込まれることでロックされて、カチッカチッとここでロックしつつ、矢印パーツを押しながら前にずらすと。で、五星タイガーが来て、ここがずれて、 そのままお兄ちゃんと合体して起き上がると。より本編的な流れを言うとこうか。この倒れた状態から起き上がると。で、こっからドラゴンが飛んできて、スネーク側のこことドラゴンにここ受けがありますので、新たが飛んできてそのままスライドして連結と。そして尻尾と頭部が取れて、 そのままヘッダーが胸に連結とそして取れた尻尾と頭部は黒いパーツを合わせずにひっくり返して連結これで5000ドラゴンソードが完成して後ろ側にヘッダー的なジョイントがありますのでここに斜めにはめるとそうすると背負ってる風になるんですよね で、ここから腕パーツの2人が飛んできて、まずフェニックスの方のランディングギアを収納、羽もしまって、裏側のジョイントで腕パーツ連結、同じようにシャークもランディングギアをしまってあげて、ここを軟質ですね、ヒレパーツを展開、そして裏側の 腕ジョイントパーツに連結最後頭部パーツは角を上に上げてあげてここを押しますそうするとひっくり返りますので天使の羽根ね五星天使ですから羽根を上にずらしてあげてここの角も倒してあげれば転送合体完成転送合体五星グレードです はい、改めて見ても、本編スーツまんまのプロポーション、マジでいい。各マシン連結も楽しいし、5 0グレード完成度、おもちゃとしてすごい高いんですよね。はい、改めてぐるっと見回すとこうで、 もう全く不安定な部分がなくて、自律安定性も OK、合体ジョイントもガッチリハマってる、後ろ側の武器マウントなんかもポロリなしで、マジでこれすごいっすよ、5ジャーはい、上半身もぐるっと見回すところで、各箇所にヘッダージョイントが見えますが、意外とそんなにパーツが抜けてるなっていう印象も受けませんし、ロボカラーが分かりやすく配置されてるのもいいっすよね。青、赤、白、黄色、 黒みたいな。はい、いろんなロボットを並べるとこうで、サイズとしては大体30センチぐらいの、いわゆる合体ロボの全長と同じぐらいでありながら、この分かりやすいヒーロー5体合体いいよね。ここ最近の合体ロボで単純にかっこいいのは騎士竜王だと思うんだけど、これは竜装ジョイントでレゴブロックのような増設が可能だったり、前回王は左右合体で、キラメイジンは増設が考えられてなくって、この5体合体で完結してると。 でも改めてて触るとこの変化球投げてなな。いいい感じいいなただヘッダー増設っていう新しい要素入ってますからね稼働としてはいつものデラックスガング同様に特に腰ロールだったりとか下半身可動入っておりませんがあと頭部回転とかもありませんしねただここがクリックで腕パーツこのように動きますので5星ドラゴンソードを外して ここにね、持ち手がありますから、これ左右どっちでも OK なんだけど、この部分丸か空いてますので差し込んであげれば、はい、武器持ち状態なんかも表現できますし、結構武器大きいのいいっすよね。で、こっから、あとそうだ、ここが変形の関係で、この部分クリックで動きますので、これを使えばかなり上まで振り上げができますよね。これすごいよね。こっから振り下りバーンみたいな。 こんなダイナミックアクションもいけますね。横にずらしたりとかはできませんね。ずらすと、顎が開いて、取れちゃう感じ。でもちゃんと下顎でしっかりロックされてるんですよね。で、ここは危なくないように軟質になってるし、尻尾が剣先になるとかよく考えられてるよな。で、これらも持ち替えて、フェニックス側に持たせることも OK で、あとは本編ではヘッダーで、 攻撃もしてまししててたので、元に戻してあこれちなみに別角度とかいけるかっていうといけなくって正位置じゃないとはまんない感じで本編ではこのように全部前に出してヘッダー射出ドンドンで遠隔パンチだったりとか タイガースネークも遠隔キックみたいなヘッダーキックねヘッダーキックヘッダーパンツとかこういう攻撃してましたし新たもドラゴン射出されてましたよねこれでヒュンヒュン飛ぶみたいなただこの状態で全然自立が問題ないほどの安定感を足元部分で得ててこの辺も素晴らしいと思います全然ブレないもんね 押し込めば元に戻りますし、5セグレードのいいところは、各キャラクターの5セパワーに依存してて、要は5セグレードの飛行能力ってドラゴン部分の新た依存で、新たの5セパワーが弱くなると飛行不可能になって、ランディーク族の2人の5セパワーが弱くなると走るスピードが遅くなったりとか、合体後も各キャラクター依存してるのが設定いいんだよな。 目鼻立ちくっきりで正義の味方感ありますし、額部分には五聖者のマーク。ここの天使の羽が五星天使要素ですよね。あとは、顔周りにドラゴンの爪かながデザインされてる感じですね。まあ、それ以外にも、ヘッダーのこのジョイントが自由ってことで、例えば入れ替えて、ここシャークじゃなくって、タイガーとかの方が広いくかな。タイガーとかにして、 ランディック族のところにスカイック族を配置してみたり、腕は放置して足特化型みたいな。<laughs> こういうこともいけるわけですよ。こういう妄想合体すごい好き。ここもこうやって動きますので、まあ、今後、また別の合体で使うんだけど、こうして、こうして、 このように上半身特化型五星グレードみたいなヘッダジョイントのさ無限に遊べる感すごくないほら僕が当時ちびっ子だったらこれめちゃくちゃこんな風に遊んでるわでは元の五星マシンに戻しましょう超簡単ですよ外す外すでここ後ろ側にスライドジョイントがありますのでここをスライドすると外れます まずはドラゴンにしようかな。こうして、ヘッダー外して、羽を収納、ひっくり返すと。で、ソードを、分割、尻尾、首、頭部。ドラゴン完成ね。フェニックスは、羽広げて、 ランディングギア出せばもう終わりで超簡単。シャークは尻尾を元に戻して、ここもランディングギアを出せば終わり。タイガーは引っ張れば取れますねで。矢印ボタンを押しながら前にずらせば OK で。スネークも矢印ボタンを押しながら前にずらす。引っ張ると可動が増えますので、 あとはまっすぐずらしてあげれば元に戻ります。この変形のお手軽さいいっすよね。改めてパパってやってみるもう、あんまり、喋らず行こうか。こうして、こうして、こうして。変形。そして、連結。変形。上半身と下半身、合体。シャーク、展開、ランディングギア、しまう。合体。ほら。 何秒って感じですよね。で、ヘッダーはめる。武器、黒いところを合わせない。で、あれだ。ここ、ひっくり返す。顔出す。倒す。マウントする。はい、これで5000グレード完成超簡単じゃないいや、楽しい 以上、転送戦隊五星じゃ5星ヘッダーシリーズ、転送合体ゼラックス五星グレートの紹介でした。